先輩、ちょっと。いいから来て。おー、ちっちゃ。綺麗っすね。ん？ついてるよ。撮って。ん？何言ってんの？撮って。わざとなの、あざとなの、どっちでもいいけど。許すしかないじゃん。それは唇に触れた瞬間とろけちゃうチョコの仕業、ガーナアイス。ああ。もうメガネしたままじゃん。ごめん、起こした。うん、それ一口ちょうだい。これ？うん、はい。ここわざとなの、あざとなの、どっちでもいいけど許すしかないじゃん。それは唇に触れた瞬間とろけちゃうチョコの仕業、ガーナアイス。もう一口ちょうだい。もうねえねえねえってば。それ私のアイスなんだけど。あ？わざとなの、あざとなの、どっちでもいいけど許すしかないじゃん。それは唇に触れた瞬間とろけちゃうチョコの仕業、ガーナアイス。何？もう。おはようございます。失礼します。最初テラスからの撮影になります。最初のこれちょうだいっていう時ってもうちょい目開けてもいい感じじゃん。そうですね、なんか普通に目あんま開いてないように見えますね。ちょっと一押しして、あとはもうすごい使ってるのか。ごめん、起こした。うん、それ一口ちょうだい。これそこじゃないって。そこじゃない。ここ。ね。ただ自分見たり鏡見たり。はい。思ったのはやっぱり。ずっとさっきからこっちでやってたからこっちの方がすごい下手くそ。舌がうまく、舌がうまく聞き舌があるから。聞きベロ、うん、こっちが意外とベロの動きがむずい。はい、じゃあラスト、ラスト開き具合今ぐらいって大丈夫ですか？開き具合は今の親指の根元もう少し押します。すごいいいです。そのまま一瞬そのインクのついた手をこっちを見せていただいてもいいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、行きます。お願いします。よし。おー、あ、すごい。持っていただいてもいいですか？本人に。すごい、すごい。大変だったことは、まあ、1回目 の、 あの寝起きでチョコを、このガーナアイスを食べるところのチョコのつき具合がもう本当自分のこう口の動きでやらなきゃいけなかったんで、結構そこの、まあ、ちょっとしたこのどこまで伸ばすかみたいな部分とか、ちょっとしたこだわりに合わせるのが結構難しくて、そこは結構苦労しましたかね。それ以外は割とその、 あの相手役の、 あの女性の方もいて一緒にやってくださってたので、
まあ、そんなに苦労することはなかったかなっていう感じですかね。いやめっちゃ美味しいですね。すごい美味しかった。まあ本当にこう滑らかというか、そこチョコが普通パリッといくじゃないですか、こういう系のアイスって。でもなんかそういう感じじゃなくて、このバニラと一緒になんか溶けてこう口の中でほどける感じというか、すごくまあ新感覚ですよね、こういうアイスの中では。すごい美味しいなと思いましたね。いやでもやっぱお風呂上がりとか最高なんじゃないですかね。うん、僕結構普段からアイスはよく食べるので、いやこれはもう食べちゃいますね、はい。なんかそれ程よくこうあざといんだけど可愛らしいぐらいの、うわこいつあざっとってなっちゃうとちょっと引いちゃうからそれ程よい、ちょうどいい、可愛らしくも見えるし、なんなら男の僕からしたらあんま気づかないぐらいのテクニックを持ってる人だと惚れちゃうかもしれないですけどね。まあ、なかなかむずいっすよ、はい、ありがとうございます。まあでもそれこそあの鏡の前でこう頭やってる時にこう振り向いて、なんか自分じゃ気づいてない感じというか、まあ、普通に考えたら鏡見てる時点で気づいてるはずなんですけど、あざといっすよねでなんか気づかないでんとかって言ってる感じとか、多分愛の女子にやられたら可愛いなと思うんでしょうね多分。まあ本当に頭のチョコの付け具合はマジで苦労したんで、ぜひそこは見てもらいたいなっていう。まああと単純になんかこうカメラ目線で、まあ、そういうあざとさみたいなものとか、そこまでこうなんかカメラに向かって何かしている僕っていうのはあんまりそこまでのことはやったことないんじゃないかなっていう気がするんで、そういう意味ではなんか新しい部分というか、なんかあんま見せたことない僕を見てもらえるものになってるんじゃないかなっていう気がするんで、まあそういう部分に注目してもらえればなと思います。